1 0紙幣とは日本銀行券の一つ。1 0券、1 0札とも呼ばれる。異号券、英号券の2種類が存在する。小学通貨の整理及び支払い金の多数計算に関する法律により1953年末をもってどちらも執行した。紙幣券面の表記は1 0 0 1944年10月25日の大蔵省。 国時代489号、日本銀行券の種類に10千券及び5千券、追加、起こり口で紙幣の様式が定められている。太平洋戦争中には、金属が不足し、効果を小さくしたり、劣悪な材質の効果を製造したりしていたが、その後化併用材料の枯渇により5千券とともに、小額な額面の小型紙幣が発行された。当初は五十千券と同様に、 小学生府紙幣で代替する方針であったが、政府紙幣の新規学面の発行には、法改正が必要であり、急を要することから、大蔵大臣の告示のみで、対応可能な日本銀行券として発行された。当時は、印刷局の業務が、外地、占領地向け紙幣、軍票、交際などの証券類などの製造に反応を、極めていたため、移住1 0件のデザイン決定後に行われる、 彫刻、製版、印刷、検査、仕上げといった各工程は民間企業の突版印刷にすべて委託された。表面には1940年に宮崎県に建てられた発酵一部棟が随分の隙間から光線が降り注ぐ光景の地模様と共に描かれている。裏面は左右に桜花型のサイモンと組紐模様、中央は青海葉があしらわれており、 外周部分は、県面の端まで、波線模様で埋め尽くされている。裏面の簡素さや基板号の省略のみの表記など、粗悪な作りになっている。白透かしによる霧のチラシ透かしがあるが、確認は困難。使用色数は、表面3色、裏面1色となっている。1947年9月5日の大倉省、国時代205号。 日本銀行券10000件の様式で紙幣の様式が定められている。戦後になり、紙幣改札時に、剣面のデザインについて、GHQ の承認が必要となった。加えて、1946年には GHQ により、軍国主義的とみなされたデザインの紙幣と、郵便切手の新規発行が原則禁止されたことを受け、小額紙幣のデザインの改定を行ったものである。 デザインに鳩や国会議事堂を使うなど、戦時中の違法権と印象が異なっている。表面右側には平和の象徴とされる鳩が、裏面左側には民主主義の象徴として国会議事堂が描かれている。菊花文章が描かれた最後の紙幣であり、旧字体、右横書きで文言が記載されている最後の紙幣でもある。しかしはない。印象は表面の 総裁の印の一個のみである。印刷方式は両面とも平板印刷である。記番号については、当紙番号はなく、記号のみの表記となっている。記号の下二桁が製造工場を表しており、下表の通り製造された7箇所の印刷書別に分類できる。製造期間は1947年度から1949年度までであった。使用色数は、 表面3色、裏面1色となっている。戦況の悪化に伴う硬化用材料の枯渇により、1944年8月まで製造されていた10選硬化の代替として発行された。終戦直後の1945年11月13日からは新たな10選硬化が一旦製造されたが、翌1946年10月10日には製造終了し、 その後は再び10銭紙幣のみの製造発行となっていた。最終的にはインフレーションの進行により先端単位の現金通貨が意味をなさないものとなり効果が復活することなく1000単位の法定通貨自体が廃止となった。ありがとうございます。